頑張るよりも楽しむ方がうまくいく。こんにちは、金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回は、人生が好転する100の言葉、頑張らずに楽しく生きるについて解説していきます。この本の著者のひろゆきさんには、はい論破とか、それってあなたの感想ですよねと言っているイメージがあります。しかし実際はそんなことは言っていないです。意図が違っていたりと誤解されていることが多いです。ひろゆきさんの言葉はあちこちで切り抜かれ、アレンジを加えられ、話していない言葉も加えられ、一人歩きをしています。この本はひろゆきさんの言葉の趣旨をきちんと伝えるために作られました。この動画ではその中から厳選して15個の言葉を解説します。あなたもこの動画を見て、ひろゆきさんが本当に言いたかったことについてぜひ正しく知ってください。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、楽しく生きられるかどうかは考え方次第。楽しく生きられるかどうかは与えられた見た目や才能だけではないです。あなたの考え方次第です。学校ではテストの点数が高い人が先生に褒められます。現実としてテストで高得点を取れる人は評価の高い高校や大学に進学して、給料のいい会社に就職する傾向があります。そのため自然と勉強ができる人、スポーツができる人、何かの才能を持った人は良い人生を送り、そうでなければ不幸になってしまうと誤解する人が非常に多いです。自分は能力がないとか、恵まれた環境にいないからと自分を追い込んでしまう人もいます。才能にも収入にも恵まれて見た目も美しい人が幸せな人生を送れるかというと、そうは限らないです。恵まれて見える人が鬱になることもあるし、人生を儚むこともあります。物事の捉え方を変えて幸せになってください。どんなにお金を持っていても不安が大きければ幸せではないです。2個目、自信に根拠を持つ。自信を持てることが何もないといった理由で自己肯定感が低かったり、自分を好きになれない人がいます。自信に根拠っていうのは必要ないです。例えば勉強に自信がある人がさらに努力をして東大に合格したとします。入学してみると周りは自分と同じかもっと勉強ができる人です。できる人が多い環境の中で自信を持ち続けるのは難しいです。すごく綺麗な女性も若い頃の美しさを永遠に保つのは不可能です。若さにこだわる人はやがてその自信の根拠を失います。自信に根拠は必要ないです。根拠が崩れた時に辛いだけです。自分が好きになれなくて落ち込んだ時はやっていて楽しいことを探してみてください。自分にとって楽しいことを5個ぐらい見つけて毎日それをやっていると満足感が得られます。大きな実績がなくても人は簡単に幸せになれます。3個目、自分ができることだけやる。この本の著者のひろゆきさんは、講演会の依頼は全て断っています。一人で話し続けることが苦手だからです。ひろゆきさんは YouTube ライブでも人気ですが、 YouTube では視聴者の質問に答えるといった自分の得意なやり方で続けています。不得意なところでは戦わず、得意なところだけで戦うのがひろゆきさんのスタイルです。気持ちが楽な上に勝率も上がります。あなたも何かしら得意な分野があれば、その分野だけをやってみてください。やればやるだけ知識も技術も高まります。他の苦手な分野を振られても苦手なんですと断ってしまっていいです。普段から得意分野で成果を出していれば、苦手なことがあっても許してもらえます。堂々と自分はこれが得意です、これで評価してくださいと言い切ってください。4個目、やってみないとわからないことはやってみた方がいい。待遇がいい会社から
転職の内定をもらっても転職した途端に不安を感じて悩み始める人がいます。その仕事が自分に向いているかどうか、できるのかどうか、どんな人たちが働いているのかは入社前にはわからないため、当然不安も湧きます。ただあまり深刻に考えてしまうと何も挑戦できなくなります。物事には必ず両面があります。転職でも待遇が良くなるとか、会社が近くなる、新しい人と知り合えるなど良い面があるはずです。不安よりも良い面に目を向けてください。この転職がうまくいくかどうかはやってみなければわからないです。悪い面ばかりに目を向け続けるとストレスを感じたり緊張して失敗してメリットはないです。やってみればできる仕事や楽しい仕事っていうのは意外と多いです。自分に合えば続ければいいし、合わなければまた転職すればいいです。あれこれ不安ばかり膨らませるよりもとりあえずやってみてください。5個目、仕事よりも体調を優先する。日本人は周りに合わせて残業する人が多いです。未だに日本では仕事の能力よりも会社への忠誠度で評価する会社が多いです。そのような会社では成果を出して定時で帰る人よりも仕事ができなくてもダラダラする人が評価されます。どんな会社であっても周りに合わせるための残業には意味がないです。定時になったらさっさと家に帰ってください。残業や休日出勤が続いて体調を崩してしまう人もいます。たとえ作業が残っていても定時で退勤した方がいいです。そんな状態で仕事をしても効率が悪いだけです。心と体を守りながら働くためには睡眠時間を確保することが第一です。残業が当たり前になると必然的に日々の睡眠時間が短くなります。毎日7時間以上は寝る。それができないなら会社はサボって体調を優先してください。6個目、抜きん出た人は悪口を言われる。成功者の話を聞いていると集中力がある人や物事を徹底的に調べる人が多いです。どっぷり考えてどっぷり調べる人たちが成功できます。アマゾンの創業者のジェフ・ベゾスは子供の頃から飛び抜けて集中力があったそうです。一心不乱に机に向かっているため場所を移動させるためにベゾスが座っている椅子ごと動かしたと言います。成功者の共通点にはこの他にもいくつかありますが、特徴的な共通点は周囲から嫌われることです。それは断ることが多いからです。成功者に会いたい人っていうのはたくさんいます。成功すればするほどその人に会いたい人っていうのは増えていきます。しかし時間は有限のため断られる人はどんどん増えます。相手を断る分だけ悪く言う人も増えます。綺麗な人も同じです。異性に誘われる機会が多い分断る回数も当然多くなります。周囲を失望させてお高く泊まっているなどと言われやすくなります。抜きん出た人で悪口を言われない人はいないです。7個目、人は話を聞いてほしい生き物。話をするのに苦手意識を持つ人もいますが、人とコミュニケーションを取るときに自分から話を始める必要はないです。無理に面白い話をする必要は全くないです。めちゃめちゃ面白い話をする人は芸人レベルの話術の持ち主で全体の 1% もいないです。そこを目指す必要はないです。基本的には人は話を聞いてほしい生き物です。飲み会など雑談の場面では話さずに黙っていてもいいです。相手の話に相槌を打っていれば十分です。雑談は話を聞く場です。相槌に加えて相手に話を続けさせるテクニックを使うとさらに相手は話を続けてくれます。例えば相手の会話の中のキーワードを繰り返して言うなど話を広げる方法で返事をすると相手は盛り上がってくれます。学生時代はバスケをやっていたと言われたらふーんと返すのではなく、あ、バスケなんだと相手の言葉を繰り返してください。相手は自分のバスケ経験に興味を持ってもらったと感じて、そこからさらにバスケの話をしてくれます。会話で大切なのは面白い話をすることではなく話を聞いてあげることです。話題の種をたくさん仕入れるよりも相手の話を引っ張り続けるためのテクニックを持つことが大事です。8個目、人は弱いと認める。これをするのが当然だ。
これができないなら人間として失格だと思い込むと、自分が弱った時に対処ができないです。思い通りにならないのは当たり前です。辛いことがあって嫌になる時もあります。人間はそういうものくらいに考えておいた方がいいです。人間なんてそんなものといった考え方は、自分だけではなく周りの人をも楽にします。例えば誰かが弱った時に、自分も弱っていたことがあったけど今は大丈夫になったよ、そういう時期は誰にでもあるよと受け入れてくれる家族や友人がいる環境だと、メンタルの悪化を防ぎやすいです。だから自分の過去の失敗や過ちは、そういうこともあったね、そんなものだよと受け止めてください。自分の弱さを隠す必要はないです。思い悩むことが減ると周りにも居心地よく過ごせます。過去に失敗を犯した人にも、メンタルが弱い人にも、頼れる人、一緒にいると楽しい人は絶対にいます。過去に何があったとしても、今が楽しいならそれが一番です。9個目、人間は真面目じゃない方が愛される。真面目な人は周りに好かれます。仕事を振ったら真面目な人は一生懸命こなしてくれます。上司や同僚にとっては大変助かる存在です。そのため学校や会社では真面目なことに価値があると教えます。真面目でいることを要求する空気感を作ります。ただし好かれると愛されるは全く別物です。真面目な人は教師から好かれますが、愛されているとは限らないです。学生時代、クラスの人気者は面白い子や可愛い子など、真面目以外の要素を持った人たちだったと思います。真面目じゃない人の方が愛されることもあります。真面目を維持するのは大変です。真面目な人は遅刻をしない、規則を破らない、提出物は締め切り前に出すなど、様々な義務を果たしながら、真面目というブランドを維持しています。でも真面目なことの苦労は完全に報われるわけではないです。少し不真面目な人になって人生を楽しんでください。10個目、最初からクズですといったポジションで人と付き合う。周りに好かれようとまるで先人のように振る舞う人がいます。でもそれは自分の首を絞めるだけです。どこまでもいい人で居続けることは不可能です。大抵の場合、苦しくなって本性が出てしまいます。一人で助けられる人は限られています。どこかで限界が訪れます。でもそこでもうやめたと言ってしまえば、その時点でいい人ポジションは崩れます。立派になる必要はないです。頑張った末に自分のことを悪く言われてはたまりません。いい人を装って壁に突き当たるのは時間とお金の無駄です。それよりも最初からクズですといったポジションで、自分の至らなさを自然と出しながら人間関係を築いてください。その方が期待されず長く気楽に付き合える関係になります。11個目、人生は死ぬまでの暇つぶし。生きる意味は何かといった質問は多いです。家畜などの動物の一生に意味があるのかを考えれば、特に意味がないことに気づくかもしれないです。それなのに人間は、人間にだけは生きる意味があると思い込みがちです。人生というのは死ぬまでの暇つぶしです。80歳を過ぎても暇な時間をいかに楽しく過ごすかが大事です。時間を潰して楽しめるものを見つけた人は割と人生を楽しめます。人間の未来を変えるほど有能な人なら話は別ですが、それ以外の人は楽しく生きればいいです。楽しいと思える日々を送っているかどうかが大切です。自分単独で幸せになれることで暇を潰してみてください。幸せの基準はお金や人に依存しないで自分だけの楽しみを見つけられるかどうかです。12個目、動画は 1.5 倍速で見る。時間がかかることをしない。時間が足りないと嘆く人におすすめなのが、動画の再生速度を上げることです。動画は基本的に全部 1.5 倍速で見てください。この本の著者のひろゆきさんも深夜に YouTube のライブ配信をしていますが、時間をうまく使いたいならリアルタイムで見ない方がいいと本人も言っています。夜は寝て後から2倍速で見るといいです。テレビもリアルタイムで見ると CM が入ったり無駄な時間が多いです。録画をして再生速度を上げたり飛ばしたりすれば、その分時間を節約できます。それを癖にすると時間をうまく使います。13個目、やりたいことをやりたいだけやる。やりたいことがたくさんあるならひたすらやりたいようにやるのが正解です。
ピアノをやりたい人はピアノを弾き続ければいいし、プログラミングが面白いと思ったら続けてやってください。習熟度は一つのことに丸一日しっかりと取り組んで集中する時間を伸ばす方がいいです。特にプログラミングは少しずつ進めるのが難しいため、ぶっ続けで終わらせる方が効率的です。これはプログラミングに限った話ではないです。何事も集中する時間が長いほど物事を進められます。何かを暗記するにしても集中力を長く保てると効率よく覚えられます。基本的に人は好きなこと、楽しいことには集中しやすいです。やりたいことがたくさんある人はいろいろなものが好きな人です。いろいろなものに集中してください。14個目、幸せになるには人のためにお金を使う。おじいちゃんやおばあちゃんが孫にお年玉をあげるときは孫の喜ぶ姿を見るのを楽しんでいます。お金を使うよりも孫の笑顔を見ることに喜びを感じています。人間は他人のためにお金を使うことを楽しむ性質があります。ボーナスを自分のためだけではなく、寄付などを通じて社会のために使った人の方が幸福感を得られたといった実験もあります。意外に思えるかもしれませんが、幸せになる最も簡単な方法は人のためにお金を使うことです。もちろん自分の食費も失うぐらい他人にお金を使うのは困ります。他人に使うお金は趣味のお金くらいに捉えるといいです。万が一他人にお金を使いすぎて食費がなくなったら、誰かにおごってほしいとお願いしてみてください。おごってくれなかったら今後その人にお金を使うのはやめた方がいいかもしれないです。15個目、心から信頼できる人がそばにいたら最高。ハーバード大学は75年の歳月をかけて心と体の健康について調査を行いました。この調査で分かったのは、いい人間関係が人の幸福と健康を高めることです。幸せで健康な人になるためには友達の数や恋人がいるかどうかは関係ないです。心から信頼できる人が一人でもそばにいることが重要です。人間関係は量よりも質を大切にしてください。信頼する人がいると心と体の苦痛が軽減されます。孤独っていうのは意外と健康に影響します。週末に一緒に出かけられる友達がたくさんいるとか、スペックの高い恋人がいるとか、そういうものを心の拠り所にしている人は多いです。でも実際は信頼できる人が一人でもいることが幸せで健康になるための秘訣です。解説は以上です。人生は自分本位で考えると人生はずっと楽になります。頑張らずに死ぬまで楽しく生きてください。この本の著者のひろゆきさんが本当に言いたかったことを正しく知って人生を楽に生きてください。今回の解説が勉強になった、参考になったという人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。